サージョン・スコット・ケルティは、主に王立地理学会における活動で知られる、スコットランドの地理学者。ケルティは、ダンディに生まれ、パウスで学校教育を受けた。大学は、セント・アンドルーズ大学とエディンバラ大学に学んだ。さらに、エディンバラのスコットランド・イィッチ長老教会の神学校にも学んだが、生殖には進まなかった。1871年に、ロンドンへ移り住んで、 マクミラン出版社に勤め、1973年に学術誌、ネイチャーの副編集長となったが、やがてその傍ら、地理学に関する記事をタイムズ紙に寄稿するようになった。1880年には、マクミランが出版する、ザ・スティーツマン・エスヤーブックの編集長となった。1883年、ケルティは、王立地理学会に入会し、ほどなくして、 学会活動に深く関わるようになった。1884年には地理教育調査員に任じられ、イギリスにおける地理教育の状況を検討する作業を行い、影響力が大きかった150ページの報告書をまとめた。1885年には学会司書となり、1892年にヘンリー・ウォルター・ベイッツが死去すると学会初期女子となったが、 当時は正式な書記が貴族から選ばれた形式上の存在であったため、これは事実上の初期イコール事務局長にあたる職であった。ケルティが最初に取り組んだ仕事の一つは、Proceedings of the Royal Geographical Society を復活させる形で、1893年にジオグラフィカルジャーナルを創刊し、より広い読者に訴えかけることであった。1896年には、 正式に初期に就任した。ケルティは1915年に学会初期を退職し、アーサー・ロバート・ヒンクスが公認となったが、ケルティはヒンクスと共にジオグラフィカル・ジャーナルの共同編集者として1917年まで名を連ねた。ケルティは1927年にロンドンで死去した。ケルティはその長い経歴の間に様々な賞を贈られた。 1917年には、王立地理学会から、ビクトリアメダルを贈られた。また、アメリカ地理学協会のカラム地理学メダルや、パリ地理学会、王立スコットランド地理学会からの金メダルも、受賞した1918年には、下級君尺誌に譲された。2016年の映画、ロストシティゼットを失われた、黄金都市では、クライブ・フランシスがケルティを演じた。 ありがとうございます。